一抹净透晶亮，全新黑钻松露精粹，凡丽贝一涵顺利，想个祝福，祝您一帆风顺。大家晚安。こんばんはです。皆さん、こんばんは。始まったとこ？今始まりました。たーちゃんワンアンです。遅刻したかと思った。遅刻してないです。今始まりました。大家晚上好。谢谢送我礼物，大家晚安。眠い。大家都放年假了，大家都放假了耶！新年快乐，虽然还没是明天。大家放假了吗？晚上好，ジョンカニさん遅いっす。一番じゃない。全然一番じゃない。明天要去吃英主的烧肉，哦，很好啊，烧肉。我很开心，就是那边的烧肉店的老板只记得我的名字，超好，超开心。因为那边的老板是日本人，对。然后，但是他说，因为我那天吃很多很多的肉，然后他就记得我，我真的好开心。黒けたらメイクせんでやろう、どうせ色飛ぶし。いや、メイク色つけるためじゃないから。だって色つけてないもん、チークとか塗らないし、メイクしてない、目だけしてる、目だけ。だから茶色あるでしょ。不能回日本过年、对。日本是过年已经结束了。日本不是二月的时候在过年，日本是一月。また黒着てる、だって黒が好きなんだもん。听说他们有挂你们的海报，那你们可以去那边拍照。親マニアが集まってきましたね。イエー、炭老頭さん。
私アンチ小山です。アンチしないで。こんばんは。こんばんは。おちこんばんは。おちち。ミレイちゃんおはよう。ヨングおはよう。小叔おはよう。大家晚上好。谢谢嗡嗡的洛里天使送我新年快乐。そうこれはニキビパッチ貼ってんの。ニキビできちゃったから。マジ消えないんだよね。永遠に消えないし、でかくなってる。他のところは治ったんだけど、ここだけ治らないんですよね。今ニキビパッチ貼ってますよ。見えるでしょ。今日は京都に旅行しています。いいな。何してるんですか京都で。シェシェウォンウォンドロウォンウォンダローリー天使ダリウーシェシェニー。ハルさんアクティブだなって。你要早点睡才会好啊。我今天要早睡。我要跟你们分享今天的事情。谢谢勇哥的重金玫瑰，谢谢，很可爱。谢谢送我浪漫玫瑰跟幸运四叶草，あのね，谢谢你。今天去看电影，那个免费的，就是免费的，跟听 TV 的。几个人一起去看电影，就是我忘记叫什么名字，但是呢，那个叫什么名字？什么？我吃了早餐什么之类的，一年的早餐。对对对对对对。然后呢，因为我今天太累了，真的累到只看了从头的五分钟跟尾的。五分钟，最后五分钟，所以我从头到尾都在睡觉，就是睡着了，很浪费。虽然我没有付钱，但是呢，对我从头到尾第一次睡着，寝落ちしちゃったんですよ。そう、寝落ちしちゃったの。寝落ちしちゃったの。マジでやばい。そう、今天去看电影，然后就是累到睡着。对，太可惜了，男主角很帅啊，那个男主角我不是我的菜，真的，真的，真的，我就是真的起来的时候就最后五分钟，对，睡得很舒服，但还是很想睡觉。现在，映画館に寝るとか女優志望の人がやることなの？いやもう無理、眠かった、眠すぎ、無理、眠すぎて死んだ。眠すぎ。因为今天早上有练习，练就超级累，脚很酸，然后就睡着。哈鲁さん、ありがとう。谢谢嗡嗡的洛梨电视送我能量饮料。Steven 你好 ，Puppy 你好。今日はマサのメイク時間過ぎない。時間ない。今日メイクしたもん。眠たいけど。適当だけど。那我是你的菜吗？啊，不是。谢谢ハルさん愛的炎火跟プピーの枫葉。映画館で寝落ちしたことある私も。本当に？私初めて寝落ちしたんだけど。第一次睡着。对。很想问美玲，今天是美玲，为什么美玲这么好看？嗯，因为我好看。女優失格です。IG の写真ナチュラルでよかった。本当嬉しい。ありがとうございます。いつも眠たいって言ってる。そう眠たかった。そうつまらない映画だったとか、まあちょっとつまらんかったかもしれない。あんまりなんか好きな映画じゃなかった。一个人去电影，不是今天跟 AKB 的那个。不是大家，但某些人一起去。我不会打呼的人，所以还好。谢谢林妹妹的那个猫喵。予想以外映画はつまらなかった。そう、ちょっとあんまりつまんなくて。てかもう眠すぎてやばかった。小山美玲跟刘美玲都好看。那我
欸，可是我最近有很喜欢看的电视剧，大家知道吗？我不知道中文叫什么名字，是那个，欸，叫什么名字？嗯，谢谢谢谢耳机包包的 kiss 啾啾。我记得好像是有玲玲、安安、阿里，对对对对对。1年間彼の朝ごはん食べるとかまずどういうことって思うよね。まあ、そうなんですよ。そうなんです。那个最近看的日剧，我想推荐给大家，就是大想要让想要大家去看，啊不是大家看，我在看的日剧叫做不知道中文是日剧，不是龟子岛，是叫真凶什么什么，真凶飘什么。日文是新犯人フラグ，知ってますかね？大家知道这个吗？现在在日本很有名的电视剧，就是之前我很推荐大家过那个《轮到你了》的导演做的乐趣，然后超级好看，就是秋元康さんとかが企画してるやつ。八尾山さんが見てるやつ見た方がいいよ。ありがとうジョンカリさんの爆竹。大家知道吗？大家知道这个乐趣吗？真的很好看，大家可以看看这个乐趣。え、知らないの？秋元康さんが作ってるやつだよ。今流行ってるくない？めっちゃ日本で。新犯人フラグってやつ在日本真的很有名。有人知道中文叫什么吗？还是大家都不知道？テレビそもそも見ないから分かんないって。面白いんだよ。ハルさん見てほしい、見てほしい。新犯人フラグマジで面白い。ドラマの名前もう一度教えてください。新犯人フラグ中文叫什么？我看一下，我看看中文叫什么。不知道，我不会，真的不知道。真凶，真凶，そう、新犯人フラグ。真的的真跟那个杀人凶手的凶，凶，真凶什么什么，不知道。比较喜欢看日本的综艺节目，但是这个日剧真的很好看。分かった、見てみるね。見てみて、マジで面白いから。主演は、名前わかんないけど、不是很有名，是很有名，但是不是那种年轻人很有名的，就是很久很久之前就很有名的主角。对，真凶标签，对对对对对，这个大家可以。初耳なの、初耳じゃなくて初耳だって。そう、这个真的很好看，大家可以看看。真的真的超级无敌好看。ハルさんが相談したいらしい。何を？看起来也名是真的很有名，在日本真的超级有名的，可能年轻人都在看。在 YouTube 查一下，因为这个是跟轮到你了一样，就是不知道那个凶手是谁，然后大家都一直在想是谁是凶手什么的，大家在 YouTube 都写那种啊，自己觉得谁是谁怎么之类的东西，真的很有名。小山さんのコインの相談室開店どうぞ。いやでもハリさん恋してないじゃん別に。谢谢ジミー做的礼物。成功ね。第一次看到成功耶。我每次都失败。今天第一次看到，不是今天，是好像看第一次看到成功。啊，爆炸，爆炸了！啊，不成功了。
谢谢ジミゾ。中国語書いてみるんだけど間違えてばっかりでめげそうです。どうやって乗り越えてたらいい？だって、え、それはもう間違いを、もうそれはあの自分が日本語のあいうえを覚えた時と同じ感覚で乗り越えてください。だってさ、中国語とかさね、難しすぎるよ。乗り越えられな、1年も乗り越えられなかった女がここにいます。乗り越えられる、やる気があれば乗り越えられる。50路のおっさんでも恋していいやろ、僕じゃないけど。誰だよその言い方は。西島、あ、そう知ってるんだ。そう、应该是很有名。对，但不知道他叫什么名字。对，就是他很有名。对，是真的很有名的演员。小山さん、中国語習っても漢字弱いしな。漢字強かったんだけどもう弱すぎ。ハルシさん、書くことより聞くことだと思う。だってマサさんはそうらしい。片思い聞きたいかとか、蝶々結び聞きたい。我想听这首歌。买全年，上 Uber Eats， 30分钟。やっぱ流行ってないよって。流行ってるよ。JD 聞いてもわかんないって言ってたよ。うん、絶対わかるからな。その人はもうダメだ。女子大学生やってないっす。ヒアリング全然。ヒアリングってなんだ。レッくんは、あ、さっき調べてから出ました。教えてありがとう。はい、如果有兴趣的话、耳机宝宝也可以看です。入って出てくるの待ってて、出てきたところを迎えに来て、せーので引っ張って、はじめは何とも情けない形だとしても、同じだけ力を耳やほ込めて。美丽文，好久不见，终于忙完学校的事了。哎 ，Tedo 真的好久不见，好久不见，辛苦你了，是不是寒假了？放寒假了。其他成员有发现你在睡觉吗？有啊，张友林就是结束之后跟我说，啊，你睡得很舒服吗？这样跟我讲。喜欢的乐剧还是半沢直樹だって。那很有名、但我没有看过。ヒアリングは聞くこと苦手。それ私も、え、でも聞くことの方が先に成長した。言うことよりも、喋ることよりも聞くことの方がわかる。でもそれは毎日その空間にいないといけないから、まあ、一番の方法は、あの、留学すること。本当に、あの、ハルさん、台湾に留学しましょう。エモさん、いつも目がパッチリしてないよねって。ビューラーしてるよ。めっちゃまつげ上がってんじゃん。でも今日まつげめっちゃ薄い。しかも眠いからさ、目落ちてる。あ、25号、上課到25号。お、わあ、好累よ。留学したいって。留学して。今日寒い？50度早い方ですね。そんなに寒くないかな。そんなに？昨日の方が寒いかった。昨天比较冷。三周年演唱会我有看，未来的国师超喜欢的。真的吗？你有看吗？是线上吗？还是什么？谢谢阿孔的追踪。止まった？
说每年过年会怎么过呢？目前没有什么想法，对，真的完全没有想法，因为过年真的没有什么练习呀，就只有直播，所以想要休息一下，对，就是一个礼拜都不做事情这样。我也不知道，可能会出去玩吧，可能会出去玩，但不知道要去哪里。台湾に行ける頃に大山さんはいるかな？それはちょっとわかんないね。いないかも。对呀、啊，线上的，谢谢看我们的三周年演唱会，很开心。因为超久没有看我们的表演，对吧？生气糖呀吼，阿孔狼三号，ちょこっと止まっとったな。あら本当？我是港日盖的新粉丝，多多关照。你好，你好，需要红包，需要红包，大家送我红包吗？最近没办法上台北，只能在家里看，希望能赶快再看现场的。可以的，可以的，今年也有很多。很多的那个什么公益演之类的，所以呢，可以，你一定会来看。谢谢钟克利さんの红包，やった。过年だから红包もらったよ。那大家过年的直播的时候，大家请大家送我红包。春節は寝てサボる小山さん、メモメモ正解です。でも一番見えない方法はミレマヨに翻訳お願いするのが間違いないはず。もちろん頼ってください。見えない方法は私たちに頼ってね、私たちに何でも頼ってね。ジェンゴーシェシェソンを爆竹イエーイ。谢谢美玲跟我练习日文，你的日文我觉得好厉害。谢谢耳机酱的红包耶、谢谢你，ありがとう。啊，また来たよ。谢谢洛里的红包，谢谢你们，谢谢你们的红包。春節他のメンバー実家帰ったり休んだりしてるから配信チャンスじゃない？配信チャンス、小山さん配信予定ある？いつも通りの配信しかしない。日本で学ぶ中国語は大陸の簡体字だからってことか。確かに配信の予定はあるけど、どうなんだ、何しようかな、迷ってる。でも多分今年1回しか配信しないかも、1日だけ。谢谢大家的红包。二月大家也都完全没活动，对啊，因为疫情。对，二月的公演没了，我觉得好难过，是不是？之后也越来越没有我们的活动，怎么办？跟去年一样。但握手跟公演都延期了，对，但是。握手会五月嘛，我在想穿什么衣服，我一个有想好了，就是穿，应该会穿比较性感的衣服，大家可以期待。不知道第一部跟第二部哪一个比较多人会来，第一部吗？それでもいいから目標より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。来吧，二月二十的活动也很占临时。よろしくね，よろしく。お姉ちゃんの配信早いんだよね。ちょっと A 面のファーストテイク聞きたいから配信離れるわ。流すから離れなくていいよ。
てくれてありがとうって。でも本当に上手。自己学的吗？自己学吗？エメ、エメのファーストテイク流すからさ、帰んないで。これでしょ？また片思い。いいね。うまいな歌。ザッチャーとーってチャイナドレスじゃない、チャイナドレスだって前来たんだもん。もう来たから着ない。3月可能会出現三场生日会。三场吗？变成五月就不确定能不能去了，希望那时候没事情。我也希望 你也可以来。日本にいたらみんな日本語で話してくれるからなかなか覚えないね。そうなんだよ、だから絶対留学した方がいいと思います。应该是第一部比较多人吧，我猜可能第二天吧，那天你好的。お正月何か食べたりするの？お正月何も食べない、何も食べないよ。トエさん毕业演唱会想去，一定要来，一定要来，大家一定要来。こんばんは、我が酔ってます。ハゼさん飲んでるの？何飲んでるの？家で飲んでるんですか？宅飲み？ちゃんと3万円のイヤホンでエイマーのファーストテイク聞きたいよって、後で聞いて。好きだよ、分かってよ、分かってよ。ねえ誰ゆめが。イヤホンってガチ勢じゃん、ガチ勢。只是你专心感会不会被？应该不会，因为姐姐没有说什么，所以可以。不到心感吗？不知道，没有到很心感，那就没有很心感。但不讲我会扮什么衣服。春節といえばチャイナドレスなんよな、何回来ても毎回違う雰囲気やろ。あ、そういうこと？ライブ配信でってこと？分かった、じゃあしようかな。その日の気分でやります、やります、やろうかな。くまちゃんヘアしようかな。塾に通っていた、去年日本語試験に受かりました。すごー、すごい、很厉害です、很厉害。想要有一天可以跟你用日文聊天对话，很厉害。Yo Team TB 挚爱吗？谢谢追踪哦。シアンワンアン。あと恋煩いが好きだ、恋煩い聞きたい。泣き虫を笑って恋煩い、これめっちゃ好きなんだよ。強がりは気づいて、わがままを許して、気まぐれに付き合って、そばにいたくて、寒いのは苦手、価値観だって取って、繋いで見せてね、苦しさを分かって、ずっと続く愛しさを分かって、そんな心はいつだってそっとため息こぼす。伝えたいことっていつも伝えられなくて、不器用に笑ってごまかすんだよ。
队长毕业演唱会是所有成员都会表演的吗？我猜是应该大家都会。对，但主要是队长或跟队长很好的，对吧？但感觉大家都会，一定会了，一定会。もうビール4本も飲みすぎじゃない？ビールさ、酔いそう。めっちゃ酔いそう。三月生日成员可能会在三月底举办吧。但我不是三月的生日会、不好意思。最近リンリンが自分の体に自信を始めたんやけど、きっと山さんと一緒におるからやの。なんでなんで、どういうところが？真的哦，陈耀慧姐姐的性感了，不行。小山さんといればいくら小さくても大きく見える。いや、私の方が大きいからね。リンリンに比べたらさすがに私の方が大きい。あら、ありがとうジョンガニさんの礼物です。目を看到。ランライブ光ファン、谢谢送我礼物。あれ、有红包？有红包なんだけど、我刚刚完全没有看到。全部君のせいだよって何がだよ。え、嬉しいよ、本場です。シェシェ。博多弁であなたのが好きと教えてもらえませんか？あなたのことが好き？博多弁。博多弁のは、水筒よ。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 でもね、其实不太会讲水痘哟，我会说一样，就是一样，好き，一样好き好き的一样，不太会说水痘哟呢。如果你有表演，我再考虑要不要去。我一定会，感觉一定会。哎。感觉阿布会出现，哎，有可能呢，有可能，我也不知道。谢谢林木的三观星星，あれ、はいはいはい。阿部ちゃんと姫ちゃん出るかもって思う、なんか、え、確かに出てくるかも。唐揚げさん、唐揚げ、唐揚げ、ザージーさん、ザージーになってるよ。サオメイちゃん晚安。めっちゃ今さら気づいてるやつ、今気づいた。怎么每次都是这一句？俺もって。私は違います。水道みたい。そう、水道、水道。水道よ。コメントが追いつかないんだよね。コメント。如果是雅退展的毕业演唱会是五月举办，整个月可能都会有活动。48グループなら君のことが好きやけんじゃないの？君のことが好きやけん、まあ好きやけんとか言うけど、好きやけんがめっちゃ好きじゃない。好きやけんっていうのは好きだからって意味なんですよ。好きだからって意味ね。やけんはだからって意味です。好きだからってことだから好きって意味じゃないんですよ。なしてから揚げだってジャージさんはザージーだから。中国語でザージーはカラオケ。中国語のカラオケ、から揚げ、カラオケ、から揚げはザージーだからね。好き11回目ちゃんと覚えてるからすごい怖いわ。ハンバーグ最初一样只有全只有你没有有你ねえそう真的是我这一次没有有你真的很难过，因为机会的顺序没有啊，有跳机会的顺序的人就是没有有你绝对。嗨嗨嗨，大家晚上好，我是 AKB48 TVTV 的小山美玲。我是日本人，是啊，哎，现在19岁的日本人，请大家支持我，请大家啊，谢谢草莓酱的啾啾你哦，好可爱，谢谢你。请大家追踪我的直播跟还有 IG，
对，然后送我礼物耶，谢谢大家。不知道还什么东西，so, 谢谢。会不会被当成假日本人？没，我还是日本人，因为我的中文还是有口音。おいせんが、また新しいメンバーが入ります。そう、3期生募集中だよって。谢谢本番的看好你哦，谢谢，谢谢大家，ありがとうございます。イエーイ。あ、ミレイちゃん、言っておくことがある。何？何ですか？何ですか？君が好き、一番大切な人。俺絶対3期生見に行っちゃうけど許して。いやもうジャンジさんも DD だから許す、別にいいよ、全然いいよ。バイバイジャンジさん、バイ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 。でも男の人ってあれでしょ、え、ダメって言ってほしいでしょ。言いません、バイバイって言います。やったって言われた。上次让梦晨晨听不懂，现在的美玲很可爱又很好笑。对，真的完全听不懂，我都听不懂，真的是假日，不是啦，假日是假台湾人，我就是日本人。三期生見ない。今の推しと運命共にする。え、それは大好き。大好きです。三居生应该也会有日本人吧？啊，不要再有很多日本人，真的不要日本人。但我觉得应该没有办法，因为可能是已经在台湾的日本人是有可能，但是应该没有从日本人过来，因为没办法。对，感觉没办法，因为疫情的关系没有办法来。那我也去看喽，再见喽，拜拜。可以看啊，拜拜。没有什么感觉。ありがとう。読めない。看喽，看喽。那ミレちゃんも大好きって思うの？这个日记很好看，很热系的感觉。哎，很可爱吧？这个是我上次活动的时候拿到的，超级好看。喜欢。三期生しか見ないだって。あ、本物の関西人。もう連絡的にまた定年、定年しちゃうの？ガバーよ、韓国人。希望三級生有很多小朋友、对小朋友比较好、不要那个二十以上的会很辛苦。我有跟我妹说三級生的事情啦，她说可以挑战看看。她想跳少女たちを、想要跳少女たちを。好，可以，加油！跟妹妹说加油，甄选，加油加油。真的可以挑战看看。对，刷牙流血，小心引发牙龈问题的骨牌效应，立刻改用牙周式阻挡骨。但真的想到就是甄选的那时候真的很痛苦，其实很痛苦。因为我们一级生是比二级生的那个甄选还痛苦的那种，很累很累。而且我不是那个在住在台湾的，所以更累。エセ関人じゃなくてマジで面白い関西人だって。関西人。わいし、谢谢送红玫瑰。小雨飞包包想二妹妹你好。だからもっと愛すよ。だからもっと愛して。在台湾日本人結成するしか ZTR。住台湾的日本人还蛮多的，对，真的很多。人家在维持机器，应该不会特地飞过来。
啊，是我是在甄选十七十七十七七生。チーム TP 日本人メンバー3人から日本語うまいねと褒められて嬉しいです。上手だと思う本当に。因为你好像都听得懂，几乎都听得懂，ですか？恨我再不看三级生呢？就是你们跟我说要不要看三级生，我就是就是关我的事情。所以呢，你们想看就去看吧，然后不想看就不看啊，不用告诉我，这个都可以。我觉得可能会有越南混血之类的，有可能，我也不知道。まだ慣れん。年に2回正月が来る感じ。確かに。え、なにこれ、かわいい。え、好可爱。超可爱的礼物。那是什么东西？我要赢。我没有看到，我要赢。然后这边没有看到，但我刚刚截图了。谢谢洛里的，很可爱的礼物。第一次看到。今日ちょっとコメント多すぎて。12歳来たら押す。12歳が好きなロリコン。今日も9時過ぎに終わるね。3時わかんない、何時なの。9時過ぎに終わります。三次生应该会有人比陈真还小。对啊，但我觉得年纪太小真的很不方便，因为陈真真的很可怜。那一天就是因为超过八点，然后他就没办法跳安可曲。对，他有练习啊，但是没办法。而且他是当地的时候才吃到，没办法跳舞，然后他就很难过。对，可惜我妹已经二十八岁，不能加入了。14歳でもす、19歳もして、19歳もしてちょん。見たら応援したくなっちゃうから見ないように気をつけてない。なんで応援してあげてよ。ルードンディ、ルードンダ、他有成功的话，我答应他说我会带他去台北。おー、可以よ。小山さん、博多弁を使えばいいのに。博多弁使ったらバリバリのタメ口だし口悪くなるけど大丈夫そうですか？敬語だったら博多弁出ないからね、私。本当に。我要叫我唱歌好听的朋友去甄选，乐趣的话美玲要照顾到哦。好啊，那就是求求大家要让你觉得长得超级好看的跟还有会跳舞会唱歌，但会跳舞我们比较重要的人来甄选。对，如果附近有朋友的话，大家可以帮他们报名哦。我现在升一个应该可以赶上十几升，十几升再选。音乐的创作就是真假的。哦，对啊，那你赶快生，赶快生小孩，什么时候去生小孩子了？でも最近物忘れ多いので大丈夫、私もいいからさ、そこ気にしないで。いいや。那大家有没有就是关于我甄选的时候的问题，大家都可以问问我。现在的话什么都回答，应该没有什么问题吧，但我也不知道。陈真佩全部赶快长大，对，他半年后可以了。12歳でめっちゃ大人びてて出るとこ出てる子だったら何でもいいよ、別に可愛ければ何でもいい。16以上最好。对，比较方便。再来那一下真正新年生日过完就可以了吗？对啊，你今天来甄选的时候听得懂老师的问题吗？啊，那时候有工作人员都有日本人，对，所以呢他们帮我翻译，所以我完全听不懂他们中文，一点都听不懂。
一点都听不懂。所以听得懂是我跟你。对。学诶学業両立はなかなか大変だね。本当に学業両立は本当に大変。だから私大学行かないけど、マジで大変です。マジで大変だった。ルカ算是成功了。成功什么东西？小山さんヤンキーだからしょうがない。19歳はお酒飲めないけど、台湾だったら飲めるんですよ。そう、台湾で飲めるかもしれない。飲めるんです。いつもハセさんは何のお酒を飲むんですか？眠そうな声。タバコも吸えるし、でもね、私ね本当に嫌いなんだよね。なんだっけ、お酒飲めないからアレルギーだから。我是对酒精过敏，所以我没办法喝酒。对，喝一杯是还好，但是不能喝太多，也不能。喝那个浓度，那个酒的那个酒精度很高的东西。我会唱歌，长得蛮好看的，但我还是不能去，因为你二十八岁也不行，不行。你去泰国那个真心就好。歯見たらヤニってたりして、何ヤニってたる、ヤニってたりしてってどういうこと？タバコ嫌いだしね、臭いから。什么问题？网络上有你甄选式的照片啊，不要去看了，拜托不要去看。オーディションのコツはどうやったら TP のオーディション受かるの？え、これはでもなんか今のラオパン的になんかマジで自分のことをよく分かってる人。と明確な目標がある人が好きらしくて、だから多分それがあればいいんじゃないですか。それをどれだけ簡潔に詳しくラオパンに伝えることができるか、そしたら受かると思います。目標がある人、特技がなくてもいいけど、そんななんかダンスがめちゃめちゃできますがじゃなくてもいいけど、目標がある人。你甄选的体重是几公斤？四十吧，四十公斤吧，四十公斤，四十或四十一。但我对甄选，对，好像四十一吧。没问题的，现在还在向我约不要来，不行呢。グループに入れば一番会いたいメンバーはいませんか？私が？我吗？可是真真感觉却最成熟的，对，他很成熟，但是他个性还是很小朋友。小山さんよりどことは言わんけど、小さい子がいたら噛みちゃうかも。え、ちょっとキモくない？それ変態発言してます。部屋は孤独と二人息が詰まる。文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま。君にもらったタンブラー、自由の女神のイラストも。部屋の隅で寂しそうな顔をしてる。君はまたねって言ったよね。嘘はやめて、独自うるさく言ってたでしょ。日本男子、在演一场就过的世界背面表中。何これ、サッカー？踢足球吗？隠れもなんかしてないで。からあげさん、ありがとう。浪漫玫瑰、ちょっとめんめんのところに探察、いってらっしゃい。隠れんぼなんかしてないで、まだだよって散らさないで。もういいかい、もういいかい、グッバイ。今年は色気で勝負しましょう。色気出していくぜ。だってもう20歳になっちゃうから、周りからもういい女になる見込みがある女って呼ばれてるからね。感觉日本女生一到二十岁就会很高兴可以去喝酒，但我真的很讨厌喝酒。自分のタバコの匂いダメになってしまった。なんで？
网络有你自我介绍的影片，大家真的不要看之前的影片，你们都看我现在。リリニットクワって運営のために課金させてみせますって。ミレイちゃんこんばんは、天中こんばんは。我也喜欢有目标的成员，进步会比较快。对，因为我一开始不是，因为我加入 AKB 的一开始的目标是为了当演员，所以就是在 AKB 没办法发展，就是在这边的团体没办法进步。因为我一直想要当演员，我一直都在想，我想当演员，然后就没有再努力的做偶像的事情，所以呢，就是我进步太慢了。现在是不一样，对，但一开始是这样子，所以就有点后悔。所以呢，我觉得大家真的有自己的目标，不然在这边真的，如果加入了之后也没有什么好的，怎么讲，就是可能是觉得浪费时间，对。如果你只想当啊，只想要只喜欢 AKB， 然后想要见我们呀、啊，还有什么就是真的是没有什么很确实的目标的话，可能在这边工作真的是浪费时间，对。所以希望就是有对偶像的工作真的有兴趣，然后真的有目标的人来。正选，对，不想要你们加入之后后悔。对，谢谢小九的礼物。玲玲は妹いないの？玲玲はね、弟がいるよ。バリイケメンの弟がいる。玲玲の弟大好きです。変態アドリに言われなくありません。噛みつくとか言ったことないもん。你那时候来甄选的时候有对现在团内的成员谁有印象吗？甄选的时候吗？所以不是演台湾的研究生那个吗？台湾的那个什么张雨林他们以外吗？还是一起甄选的人的意思吗？例えば48グループの憧れの先輩はいませんか？あの、我喜欢的前輩都毕业了。我喜欢那个チームエイトの横山由依さん、跟还有小島真子さん。我喜欢这两个人，但他们都已经毕业了。TDB 加入的成员年龄跟 HKT48 年龄差不多，当演员可以经教退长，对他很厉害。大概去年三月多的时候，你开始进步很快。对，因为我真的是就是那时候在开始，差不多去年的时候在开始想要好好的努力。谢谢ヤオモリさんのランマンメコエパーパーメメ報告メメメ異常なし、何の異常があるの？異常があったらライブ配信しないから。偶像的事情就是什么抱什么讲。お兄ちゃん孟代子耶，现在可以了吗？没有，我没有要讲孟代子。おやまさんみたいに時間の無駄やな。そうそうなっちゃうからみんな気をつけて。我有兴趣追加目标，但我年龄和性别不合，所以你去泰国真心就好了。你去泰国真心，然后过来。こんにちは。スキャンダル面やないかいって。ゆきりんさんはい、め、毕业了。え？横山由依さんと小島真子さんどっちもスキャンダル面なの？小島子さんも？分短的没有喜欢的吗？
你的 HKT 48比较近不是吗？嗯，我真的最喜欢是 AKB， 对，我最喜欢 AKB。HKT 的话喜欢矢吹奈子さんと花さんかな。スキャンダルスに来ていこう。そうだよ、アイドルだってスキャンダル取られちゃうんだから。其实我以前对另外一个国大成员，誰か分かんない。美丽有说过敢开始喝麻油我看不爽，不是不爽，是我觉得很怕，我怕麻油。对，麻油对我是不爽吧，但是我不是不爽，是我觉得很怕麻油这样。就没想到这么好，变得这么好。我记得刚开始甄选的时候，还有一位日本人主播全都说日文。对，好像有日本人。对，哎，我也是啊，我直播都是用日文呢。好像直播的时候只有两个人吧，我跟麻油跟还有谁，那个柚子嘎酱而已吧。还有一个吗？他应该没有直播吧，我忘了。有吗？我忘记，应该没有哦，应该是那是我吧，全都说日文是我吧，我一点都没有讲中文。突然この前見たけど元気でよかった、めっちゃ元気。怖くないワクチン？我觉得打疫苗真的很恐怖耶，真的很恐怖，因为突然变跟祖祖一样，好恐怖。美玲姐姐越来越美丽耶、yeah?小島子さん今何してるんやろうかって。今お洋服売ってますね。要是我去泰国再回来再学，结果奶茶比你厉害了怎么办？我不喜欢很大杯奶茶，希望中杯的，我蛮喜欢自己的。美玲喜欢鳗鱼鱼吗？是当然喜欢，但是我不是，我的腿对。余計なこと言ったみたい、忘れてって。那要正正怎样才会红呢？五官要哪些人的？现在又要谁的呢？嗯，我不知道，这个是看每一个人都不一样，对，每个人都不一样吧。哦，你脱牙期是吗？是我妹讲的，我都怖かったんだ。为什么怕麻友？哎，大家都不知道这件事情吗？就是我在甄选的时候，第一就是一看眼的时候的对麻友的印象是真的很心机的女生，就是很双面的那种。对，然后麻友觉得我是小屁孩，超级屁孩，没礼貌的，很屁孩。然后就我们都没有很好，感觉就是心里有距离的那种。スキャンダルも芸能人って。でもさ、スキャンダル取られた時って本当さ、何が正解か分かんないよね。何が正解なんでしょうね。我的话也是命中注定的相遇，一看到陈思诚就对了，推了，因为是杨可爱，现在变得这么好。是已经变成麻友的小弟吗？什么意思？什么小弟？是妹妹。他是来自东京的，他到 后来没有入选啊。那我应该知道，我跟他是一样，我跟他是一起去那个面试的甄选，有聊天过。好像还有一个小九啊，说啊。あ、懐かしい。わ、めっちゃ懐かしいんだけど。很厉害耶，大家都记得，还记得名字。我知道，对，我跟大吉是蛮好的，那时候。但我入选之后就没有再联络了。哎，很好奇他现在在干嘛耶？大吉是很漂亮，对，但他真的不是那种偶像的感觉，但他真的很漂亮。他也是比较像演员的脸的那种，
手真的跟我跟马友的感情就一开始完全没有很好，然后就是入圈之后，因为真的一定要靠马友，就是他帮我翻译之类的，不然我真的完全听不懂。但那时候其实很不好意思嘛，我觉得很恐怖，他一定觉得我很烦那种，我一直都这样觉得，对。但后来就是他自己约我出去玩，对对，去咖啡厅那种，那时候很开心，但我那时候也很怕，为什么约我的感觉，对，就是那时候真的很恐怖。但后来就一起聊天，就才发现我跟马友的想法真的很像，就是喜欢的东西啊什么都蛮像的，然后就开始变得好。事務所に守ってもらうかスパッと辞める、守ってくれなさそうこの事務所スパッと辞めれもなさそう、どっちもできなさそうこの事務所也现在是还是屁孩，当然我是超级屁孩です。弁明できたら弁明するのが正解、できなかったら正直に言って、だから何って顔する、あれだ、なんだっけ、中井梨花さんみたいな感じでしょ、アイドルだってなんか恋愛ぐらいするんだよみたいなやつでしょ、かっこいいよねあれ。白間あかりさん、シャンゴン、シンシン、シェシェソンを、那后来怎么变成好朋友的我刚刚讲过了，对，就是开始聊天就发现对方我们的想法都怎么想法真的很像，对。美玲姐姐有去过花莲吗？我很爱去花莲哦，去了三四次吧。像这种的时候就没看到他了，应该没有到很后面。他有，他在那边有，但是他那个他有他，因为我那时候我跟大便好，对，所以他有。我一开始也没想过你们感情会变很好，为什么你也以为我们变不好吗？因为一样的日本人这样。俺が言うのもあれだけど、ミレイちゃん流暢に中国語話せるようになったねって嬉しい。でも最近また中国語忘れてきてるんだよね。因为我之前，因为我最近没有去学校，对，所以不会每天跟台湾的朋友聊天，所以而且比较跟日本的朋友多聊天，所以我的中文会卡住。富士山あざとよな、次の富士山の足、富士山に行っておくよ、全然言っていいよ、もうこれまゆちゃんには何回も言ってることだから全然言ってください、今好きだからいいの別に昔のことなんて。谢谢参加的礼物。大阪福冈都是关西，所以不是福冈不是关西，え関西そうなの、わかんない分かんないけど、福冈跟大阪是不太一样的，我们应该不是那种想法吧，个性也不是，个性也没有很像，就喜欢的东西都很像吧。如果上期有日本人进来，你也可以矫正小弟的，但有可能是他是我比我老，那就不是小弟了。アイドルだっていろいろあるんだよって、そうあれめっちゃ好き、もう私中井梨花さん大好きなんですよ、ああいうところが好き。まあでもああいうのってやっぱ反感買ったりとか肯定とかどっちもあるからね、多分アイドルをそんなに大好きじゃないっていうか、普通に好きな人からするとあれぐらいがすごく面白くていいんだと思うけど、ガチオタクは多分嫌うんだろうなって。ハイレンユーリン、对今我上次跟ユーリン去过，还有我的好朋友也是花莲，所以对，原本想要过年的时候也想要跟好朋友一起回去花莲，但不要了。
関数なんぼーばとやぶすこんし。小山さんはスキャンダル出せるぐらいモテないしな。モテます。每年会三先生给我去买饭，我不会讲，我不不讲话。スキャンダル出せるのまえちゃんぐらいだよねーって出そう。貫く女性好きですだよねー。ミレちゃんは中井リスペクト、中井さんリスペクトしてます、大好きです。だって流されるの嫌いだもん、私もそういう性格。この前まゆちゃん彼氏の家から配信してたし、ついに彼氏とお泊まりデートでも隠さなくなったよなって。絶対いつか声聞こえてくるよ、彼氏のあほほみたいな声。以前你讲日文我就很少看你直播，后来有天进去看发现你会中文了，我也不知道为什么。很突然。じゃあさよなら。いきなりじゃん、めっちゃ。でも私もそろそろ終わるかな、快要关直播ですよ。今天留言太多了，很开心，很多人留言，我有一些没办法念，不然来不及念了。我觉得我应该算是ガチオタク，但我听到也不太会生气啊。为什么？不用讲用野生教后配去跑队。懂国籍的人考试是敌人，在工作就是同伴了。但还是会看个性吧，因为我跟他的个性真的很好，所以很像，所以很好。如果就是可能是我一直都没礼貌的小孩，或是马友觉我对我马友真的是双面的人的话，我们真的变不好，我们现在应该不好。就是我发现聊起来就他不是那样子的人，对，所以就喜欢他。而且不是那种我们不是同事，是真的觉得我是觉得好朋友，对。いや、いつか待たなくてもこの前配信カクカクしてて彼氏に助けてもらったんやろ。しそうなの、やばくない。3期生前輩不幸ちゃんをメリンは、你说什么。何、そっちのさようならじゃない、あ、そういうこと。ファンモンじゃないです。偶像也是人啊，一般人会做的事偶像也会，所以不懂要生气什么。我也觉得不知道为什么要生气。我觉得我每次觉得我像什么，就是被拍到啊，被发现啊，就是什么，我们都有嘛，就有男朋友有什么关系。そんなこと言ったら、だってさ、ずっとさ10年もさアイドルしてる人、10年も彼氏できたことないんですかって話ですよね。彼氏いそうなメンバーの名前書き込んでいったら、気になる気になる、みんな的の彼氏いそうなメンバー、ちょっと唐揚げさん書いていいよ、言わないから書いて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 。お、歌詞か。那你现在会跟卢卡聊天吗？就是见到的时候会，但是不会实地下的时候不会聊天吧。就工作一样的时候啊，什么还有休息室一起的时候，就还是会聊天。啊，そういうこと？歌詞ね。AKB 讲这句话要很小心哦。没关系，没有关系，我就没有男朋友，就是不关我的事情。我是觉得成员有没有男朋友都无所谓。ウケる。エキもいそうって。ジャーリー絶対いるって。なんで？理由聞きたい、その理由は？理由は？小山さん、彼氏、いるわけないじゃん。台湾没有纹身这样的压力，所以可以比较自然一点。我觉得没有关系，但是说没有结果就是奇变了。駅もいそう、ステッチはいてもなんか納得しちゃう気がする。なんなんそれ。みんなもいないわけない。
哦，谁敢讲啊？直播都有人录音耶。没关系，用日文，用日文写的话就可以。你们那首机会的顺序很什么？好听？好听吗？是吗？スキャンダルというよりあーって納得しちゃう。可以点歌吗？点。クリちゃんいなさそう。クリはピュア確定。コアルも絶対いる。コアル絶対いないと思う。私勝手な予想で、まあ、いそうなメンバーとかは私もいい。思っちゃうけど絶対にいないなって思えばマジで小春絶対いない。你可以去找ルカ唱什么什么歌，不要很好笑。为什么很好笑吗？我也觉得无所谓。我是去看工作状态的你们，因为我是觉得如果有男朋友，然后就是在工作上什么表演上都变不好，可能因为去跟男朋友约会，所以都不开直播啊，还是不会来表演，还是表演的那个很变很差的话，就是有男朋友是不好。但是我觉得好好做工作的话就没有关系吧。ファファは彼女いるぜって誰？彼女誰だろ？彼女？彼女？誰だと思う？彼女？いるのかな。ファンファンは一体どっちが好きなのか私も分かんないけど、コハル以外のコハル絶対いない。絶対彼氏に言われて染めたんやろ。そういうこと。コハル絶対いないから。コハルいないと思うよ。ジェイシンは絶対いない。いないね。アーリーアーリーそうってこと。彼女逆にいるって面白い。ナイスコメントって。インジェとファーファー仲いいもんな。ピンハンも絶対いない。ピンハンいなさそう。ロイティンとイーチャーも絶対いない。そうかな。ピンハンはいないな。同意って。ファーは影響工作清楚。对对对对对对对。主線は微妙なライン。有女朋友最好了。那如果我有 女朋友你们会怎么样？如果偶像发现有女朋友，你们会怎么样？父はアイドルになる前の彼氏を待たせてそう。待たせてそう。どういうこと？好好工作的话跟男友高调方向也可以哦って。但我觉得就是很问号。有人就是有一些人就是在 Team TV， 有些人就是被说有男朋友，然后就被一直骂，我觉得很可怜呢。真的不要这样做，而且不确定的事情都一直说骂骂骂，不可以骂，不可以骂哦。なんでカニさんメンバーの感情のことそんなに詳しい？それな、AKB 最初成立の時、好像真的有人拍什么拍到印象工作睡之后有进。还有成员要传播什么？他不会念。Popular 开三千，解散千，大院多传好多。ミネちゃんは驚かない。なんで驚かないの？いそうってこと？台湾って同性合法だよ。同性愛合法だよ。普通は応援をやめるんじゃない？なんでやめちゃうの？どういう意味で応援してるのみんなは？合法じゃなかったら警察に通報したらいいやん。合法です。残念ながら我会祝福你。修炼。好正推。你不行，有女友，你有我了。我不要你。ゆるるの彼氏に立候補希望的リフレイン。どういうことよ。マメツは絶対いる。彼氏いるわ。これ 100% 確定だって。何人かだけまだよく分かってない。なんか耳が痛い。なんで。室友有说学生成员交男友或影响工作所以禁止，但刚开始没有严禁格，很严格，而且 TVTV 也没有什么这个吧。ガチ恋結婚を全体に推してます。ありがとうございます。ガチ恋じゃないっしょ。でも
ミレイはすごく浮気です。浮気なの。浮気なの。ネモハロもルーマ聞こう。ちょっと当てないうちに見違えるくらいルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。だってあの頃はまたポニーテールにシュッシュ。Hey, what's up? Hey, what's up? ちょっと当てないうちに見違えるくらい宇宙が似合う女と呼ばれてたなんて。だってあの頃はまたポニーテールにシュッシュ。こればっかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り夢も現実ももう食べずにしてしまう。 Hey! あばば君のルマルマルマ。Hey, what's up? 大人のことたくさん教えてます。何が？え、聞きたくなった。突然想听这首歌。这首歌你经常喜欢好听？耶、yeah, ，真的吗？前髪パツンでスカートひるがえしながらいつも走ってた。過去にはもう変わっていくつ恋をしたの。ダンスフローはすれ違った時にいい匂いがした。この歌好きだわマジで。我只会延期，有更多时间瘦身。美玲的梦袋子，哎，我最近真的有变瘦了，很棒。我之前有学这个舞，但我完全没有去拍影片，完全没有拍。我应该要拍的，但我哎还行，我啰嗦啰嗦了。今天看到努力还有跟 AKB 共演的版本，感觉哎，对，这首歌就是刚好啊，不是啊，不是哇，不是。我也喜欢那个，我很喜欢看。谢谢推荐给我歌，那我最后放这首歌，我就关直播。啊，我不能走。Hey, what's up?我知道这首歌，我知道这首歌，我知道这首。
父の若妻感が多分わかる。奥さんっぽいよね。確かに今の話はネムハもルーマン。それなーでしょ。现在排夜不知啊，想看，不要，我不要。啊，没有了。好，我要，呀，我也不知道。我如果気が向いたら撮ります。谢谢さん、よしちゃん他の配信見てくるって。じゃあ終わりますね。我要念排名。从第十名开始。第十名是柠檬，耶！第九名是耳机酱，耳机包包，谢谢，ありがとう。第八名是零 MJ， 谢谢你。第七名是哈律桑，ありがとうございます。第六名是陈恩，谢谢。第五名是洛璃，谢谢你。那第四名是吉米粥，谢谢。第三名是勇哥，ありがとう。第二名是草莓酱，谢谢。第一名是勇哥尼桑，ありがとうございます。我喜欢这首歌，我知道。良いお年を、新年快乐って、ありがとう、長谷さん。見てたんだね、ずっと。ありがとう。親友、メリン、辛苦了、辛苦你了。藤井さんに明けおめて伝えて、小山さん、了解。ミミさんバイバイ、シロマさんバイバイ、リムジェバイバイ、唐揚げさんもありがとね、ジャージさんまた来てね。谢谢朗克的爆竹嘛，爆竹。じゃあ終わります。バイバイ、谢谢大家，おやすみなさい。バイバイキン。バイバイ。啊，下礼拜见，然后大家送我红包，拜拜。スキー12回目、ありがとう、ありがとう。